皆さん大好きな釣りの一つ、うん、これね、あんまり話しかけるとね、数忘れちゃうんですよ、うん、ごめんなさいよいしょ、来た、85はい、4グラム、first time in my life 頑張る、あ、全然届かないあの倍は飛ばしてほしいですおお、いいですよ、めちゃくちゃ綺麗になりますね、とても女性とは思えない、そうですね、はい、うん、うん、上のそこの根元の大きい2g、3g です、あ、やります、はい、2g、3g、はい、水深は15mぐらい、そうですね、そのぐらい、それじゃあ、マリコさんの爆発が最高のシチュエーションじゃないですか、うん、そうなの、うん、釣った。ベラ。ベラですか。ベラです。あ、どうしたです。です。あ、本当だ。で、あ、かしい。お前こんなとこで釣るんかよ。なんで釣れるんだよ、ガッシーとはいえ自分でもびっくりしてんべ、びっくり、あかん、ベラ、いや、あ、なんか抜く、あ、ベラっすか、これも、ああ、これ、皆さんこれ浮いてそうっすよ、ちょっと今釣れなかったんですけども、浮いてる、浮いてるみたいな感じがします、これは何だ、これ味っぽくないですか、これは何だ、これ味っぽくないですか、やっちゃった、これは味っぽくないですか、やっちゃった、よーきたー、イエーイ、見てくれ、サーチしてたニワさんより先に釣ったぜ、上、上、上です、上っすか、上っす、どうしよう、ニワさんより先に釣っとったよ、俺全然、おい、全然、全然自慢してください、ほんまこれはね、これはちょっとみんな褒めてね褒めてね、本当にさっきもバラしたんですよ、はあ、なるほどね、でバラした影、魚影がシルバーだったんで、うん、あ、ベラじゃねえとは思ったんですよね、ナイスですね、あ、ということ、ということはだよ、ということはだよ、あ、まあ、どういうことだ、どういうことは違う、場所の問題っす、めっちゃ当たるっすめっちゃ当たるっす、めっちゃ当たるっす、ここわあ、小粋なんだ、天候との相性が悪い、めっちゃ体が揺れて怖い
あ違うわ、当たりじゃ思ったらサンパや。事故で済まされそう。一瞬だけやね、口使うレンジが。結構上ですよね。上ですね。上の薄い層だけに。ここ。めっちゃ当たってくる。めっちゃ来ない。わあ、来た。うわあ。やった。でかい。あれ、なんか。おや。来ないよ。おや。おや。イラじゃないんすか、イラじゃないんすか、イラベラの親も。これどうしたらいいの。あ、潜った潜った、潜っちゃったですかね。ちょっと待ってよ、ちょっと緩めて。はい、ちょっと返して。はい。あ、もう張り付いとるなこれ完全に。あ、いた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 。あ、出なかった。もうこれは諦めた方がいいな。多分さっきのでもう多分ビビって出ないと思う。これは無理。はい。はい。イラだけにイラっとしないで。なんか言ってる。炸裂しましたね。すごい炸裂しましたね。でもここでそのアジが釣れたってことは、はい、あっちのドディープやったらおもろいかも。やります？6、8にピー行くんで4グラムとかで。4グラム？うん、その方が面白いかもね。あ、そうなんですね。うん、ベラかどうかなんか迷いながらするよりかは。それでだからピー行くんだらどうすか。いいですか。うん、はい。それ僕のバンキっすよね。はい。あ、違うっていいよ。そうですよ。でもラインが見えるってこういうことなんだって思った。え？ラインが全然さっきまで見えなかったんですけど、はあはあ、すごい見えますね。見えるってすごいなと思いました。でしょ、楽しいでしょ。はい。俺もピークも。でこれでドディープやって、まあ、いまいちやねってなったら島の反対側まで走りますんで、うん、そっちがでかいんですよ基本的にサイズが。そっちでやりましょう、こっちの方がおもろいわ。はい、はい、どうも。日本、あ、はいはい、うん、あの間、あの間の下に磯がおる。あ、まあ、中層で出るパターンもあるんですけど、もうそれはもう聞いていくしかない。だから最初に何カウント、フリーで何カウントでボトムが取れたかを自分の中にインプットしておいて、でそのカウントをベースにちょっと半分でやってみようと、もうちょっとだけカウントを入れようとか。今はそこに行ったのは引っ掛けで完全に持っていかれるから。うん、皆さん大好きな釣りの一つ、うん、あれまだ行くの。
よし、行った。85カウント。リフト通用しますよ。リフトしてるようで上がってないですから。あー、そっかそっか、そっかそっか、ここでやってるように見えるんだけど、そうそう、全然上がってないです。2メートルも上がってないです。上限にやったのは、まあ、いやラインスラッグを出しただけです。あえて出した。うん。再度ボトムを取り直したんです。うん、なんかアジングっていうとどうしてもなんか感度メインの話になるからラインを張らなきゃダメみたいな印象が強いでしょ。でも PE は張ってないと背元に当たりが伝わりにくいとか。うん、それはもちろんありますよ。ただまあここ海面が近いし、でこんだけ入ってるからそんな多少緩めたって感度は残ります。うん、はい、じゃあ今のやり口でやってみてください。僕は他のところをサーチしてきますんで。ドキドキや。そんなに飛ぶのかも心配だな。はい、4グラム。First time in my life。頑張る。あ、全然届かない。あの倍は飛ばしてほしいです。本当に怖い。まあ、こんなところは日本いくら探してもあんまないです。巨大な不凍ぐらいしかないです。でも大概釣り禁止でしょう。うん、なかなか上がってこないね。嘘。マジ？ベラ。ごわん、おらん、おらんですか。おらん、こんな感じ。なんか当たりなのか。この間なんかどうした。釣れた。ひょっとしてそれ外れた。外れたっぽいです。アジや、それは、アジや。じゃあバラしちゃった。まあ行きましょうか。あれ、もうこんなに苦労せんでもいいっす。釣れるところで釣りしましょう。ちょっと山道ゴリゴリ走りますんでね。ゴリゴリっすか。ゴリゴリに行きますよ。はーい。はい。はい。おお。首都圏じゃありえねえな。首都圏だとだからディズニーランドしかないって。ああ。てんてれてんてんてれ。無事なんだよ。観光客にしては上出来だ。上から石が落ちてくるみたいな。それどころじゃねえ。もういない。いない。
っけえなあれ。あーやっぱダメだった。どういうことだ。ハマっちゃったもしかして。スタックや。ハマっちゃった。押しましょうか。ちょっと引っ張ってください。うわずれそう。まあここは外は全然濁ってないっすわ。ちょっとまあこの内も外も含めてダラダラ やってみてください。はい。あれ、あれ来た来た来た多分来た。ああ、あれあれの一番下におるやつよ。そうです。いますわ。いらっしゃいませ。まゆこさんこれちょっとみんなあっちゃったので。ベラマチでで念仏ない。お二人やっほー。小さいやっほーやっほー。なるほど。で曲げるのは難しいんですよ、高いから。はい。うん、で今の曲げ方でやろうとすると、はい、が基本的にバカがない。スイングスピードをめちゃくちゃ上げるしかない。うん。今の投げ方で。で、それで、はい。一つで、正しいを、こんなに、こんなに、こんなに。上げてみて。
確かに。うん。右です。正面向いた通りでも、肘当てた時点で右です。そうすると、体の回転も決まって食べるから。あー。やると、これを練習する。そしたら、UL とか L のタオルも、あー、もう両手でタオル投げに行ける。今にしてあげてください。垂らすよ。これぐらいでいい。絶対こっちのエンドを引いて手を長くして肘を張ってこう。そう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 。いい。ああ。今はもう空気を切れた音がだけどっていうそれも。はい。短く。うん、短くするためにはこの、腕がこう振るんじゃなくてこうどっかピッとこう開くこの枝を縮めたほうがいい、うん、長い40センチぐらいもうちょっとも、うん、ちょっとだけ短くして音が変われば自分のポイントなんだそこ短くですか、うん、ちょっとだけ、うんはい。え？もう気持ちいい。まあ、それぐらいでいいですか。それでまずやってみます。まあまあ、形も綺麗なんですけど、触れてない。どかだけじゃなくて、最初は右で打って、右で打って、右で打って、右で。こっちに戻すんじゃなくて、中心に戻す。この人、もうネギです。うん。おぉ、そうそう。今、音がちょっと噛んだかった。あとは、顎に使い方。目線を上に持っていくと、ドアの軌道というのは、こうなります。うん。顎が上がると、リリースポイントが後ろに。こうやると、手前が悪い。ギリギリ前。だから、ライナー投げたいなって言ったら、目線を落とす。遠くに投げたいなって言ったら、目線上げる。うん。だから、それは、完全に体の軸が回ってる場のかな。うん。そう、そういうのができないと、あっ。普通の時って、うえーって前に軸が行くんじゃなくて、後ろに。こういう風に投げると、パワーが入る。まあ、人それぞれいろいろですよ。僕の場合は、自分の経験として、マヨリックっていうのが、こうなってる。なんかもう、例えば、このね、正直、1.5 倍だし。うん。おっとっと。なんかぐらいです。うん。それで、倒さずに、こう、切った時の小指が乗っかるように、ちょっと、ワン。多分、同じだと思います。足元です。あ、足元っていうか。危ないな、それ。今、乗っかってないでしょ。ねじり量が足りない話が長いとねじり量が違うちょっと極端だけどやってみるちょっとずつ直せたおーおーいい音したあそこ右右ちょっと、うん、右ちょっと右それは右に行くのは目線が上にリリースポイントが後ろそれを直そうかあと引いてみてもしくは、左足引いてください。右足ない。もうちょい、左足引いてね。もうあとは、数ですね。うん、数。おっと思った、今のは。人差しがそこまで変えたら、こう、こうか。
あ、うまっ。音が有名になった。あー、うま、上手になりました。もう身につきましたね。もういっぱい、僕の役割は終わった感じです。おー、いいですよ、めちゃくちゃ綺麗になりました。本当ですか。とても女性とは思えないキャッチ。そうですね、うん、うん、ちょっとビデオ撮ります。おお、お待ちでした。素晴らしい、やったー。はい、顔の曲がりを確認しましょう。はい、うん、上がった、うん、上がったところで体が出てきました。うん、から上げてって、今重みが乗った状態で立てました。おー、この重みを取りたいな。そうすると下が顔が低いじゃないですか。それは顔が曲がったおかしいな。そうですか。うん、反発でここまで来るんです。あとはだからこの引き出し、うん、ここに来た時の早い、これがここの左手が速い、ここが速い、この位置ぐらいに来た時に左手を添えるという、ここを切り始める。うん、すぐ手前に来た左手、まだ右手投げない。あ、そう、さっき切れて言ってましたもんね。うん、ここで、はーい。もうやるのみですね。そうそうそう。まあ、願わくば、それが06であの距離が出るように。06? そう。うん。おっと。いやー。一気に上達しましたね。ほんと？しかも、狙ったとこ行ってる？顔が自分の投げ方でコントロールできるようになると、そのアクラスピーが良くなる。で、あとは投げすぎ、オーバーになった時に、こう、セザリングって言って、指でコントロールする。タッチ力が結構もろにできます。軽いものを真剣にプレゼンする能力がなかったら、そういうところでもない。で、ルアー持ってってやる。大事な号泣だとか、こっちばかりに目が行きがちですけど、キャスト力をもっと目指さないと、自分の限界というか、この角度の限界が見えたときに、それは一気に目指す。作りながら上達していくというもんでもない。間違った所作が身につくと、治らん。ああ、そうなんですね。うん。今はまだ、プレーンな状態なんで。トレーンってピュアな状態だから、どん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 吸収できる。そろそろ暮らしてます。次のキャストをきれいにできたら、次に検証をかけて巻いてください。はい、そろそろ暮らしてます。寝れない時間が長い時にはやっぱりこれいるんですよ。うーん、あー、その魚のこれがない。そう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 、特に軽いリグ、06とか05とかを働く使う場面が多いでしょ、関東とかは。うん、それが1時間、時間じゃないか、30分も続いたら、やっぱり1回テンションを下げて巻いてやった方がいい。そうすると、距離も安定して出るよ。深巻きって言うんですけど、ふかふかした状態で巻かれると、ラインの放出も悪い。うん、いいよね。もう一気に上達した。ねえ、レベルが20ぐらいある。レベル20上がるといつなんだ。そうか、やめて、計算しないで。私の話。100です。
ね、これは。そのクオリティーよ。うわ、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